はい、こんにちは、イトチャンネルです。えー、っと、8月25日日曜日ということで、皆さんいかがお過ごしでしょうかえー、日曜日ということで、まあ、結構ね、皆さんリラックスして過ごしてる方多いかな、なんて思うんですけれども。で、僕がね、最近ハマってるのが、あのー、リューネクストでね、昭和じゃないね、平成初期ぐらいのね、ドラマを見るのが結構最近ハマってて、 あの、面白いんですよ。やっぱ今のテレビってあんまり面白いドラマやってないなぁなんて思うんですけども。まあ当時はね、結構攻めた演出のドラマがあって。で、その中でね、あのー、昔 TBS 系かなえずっとあなたが好きでしたっていうね、ドラマがあるんですよ。ちょっとタイトル微妙に違うかもしれないんですけども。あ、あれねっていうワードを出すと、冬彦さん。 冬彦さん。マザコンの冬彦さんが出てくるドラマなんですけれども、<laughs> あれがね、見てて面白いです。改めて見ててね。で、ストーリーとか全然覚えてなくて、ま、全部見たのは覚えてるんですけど、ストーリー全く覚えてなくて、改めて見ると面白いんですよね。 で、結構さ、当時は、あの、冬彦さん気持ち悪いみたいな、えー、まあ、必要以上にね、妻を追いかけるみたいな感じでね、えー、なんか気持ち悪いみたいな感じだったんですけれども、この時代にね、合わせてみると、で、僕もね、大人になった目線で見ると、いや、冬彦さんの行動そんなに間違ってないかな、なんて思ってて、 というのもね、あのー、妻がね、あの、結婚してすぐ妻が出てくんですよ。冬子さんのことなんか、えー、気持ち悪いとか、なんか異常だみたいな感じを感じて、えー、妻が出てくんですけど、各地下子さん演じる妻が出てくんですけれども、それをね、必要以上にちょっと冬子さん追いかけ回すみたいな感じだったんですけどもね。<laughs> まあ、確かにね、結婚して妻出てったら、旦那としては、まあ、あれだよね。 あの、帰ってきてくれって思うよね、そりゃね。<laughs> ちょっとね、やり方が良くなかったななんて思うんですけど、冬子さんのやり方がね、なんか、あのー、ね、妻が再就職した先にちょっとなんか、いたずらしたりとかね、悪いことしたり、みたいなやり方が良くなかったんだけれども、あのー、なんていうかその、ね、えー、だん、妻と、 旦那の関係としてはね、妻のこと愛してるよって言ったところの気持ちはね、変わってなくて、ほんとね、なんかその異常性はあるんだけど、ちょっとすごい不器用な方なのかなって、ちょっとね、改めてね、大人の目線で見るとね、ちょっとね、変わった意見になるなあなんて思ってね。<laughs> 改めて見るとね、結構面白いなと思いますんで、ぜひね、あの、UNEXT でね、えー、平成初期ぐらいのね、ドロマいっぱい見れますんでね、改めて見ていただければなぁ、なんて思うんですけど、皆さんもね。はい、ぜひね、ずっとあなたが好き でした見て欲しいなと思いますはい。で、今日はね、何をするかというと、うん、アンバーニックさんからね、新作のゲーム機がね、またまたまた出ますということで、今日はね、こちらの方を紹介していくんですけども、え、名前はね、RG40XXV ですね。えー、まあ、前回ね、RG40XXH の方をね、着弾して、まあ、動かして動作検証やってたりするんですけれども、今回ね、V、バーティカルのね、縦型のゲーム機が発売開始になるといったところで、 まあもうね、今度こそ XX シリーズ最終版だと思ってます。まだ出るかもしれないですけどね、最終形態だと僕は思ってますんで、えちょっとこちらの方をしっかり紹介していこうかなと思っております。じゃあね、最後まで見ていただければなと思います。 はい、じゃあ、まずね、RG40XXV のね、外観からね、見ていこうかなと思います。えー、3色出てるんですけども、今回ね、ブルーをちょっと取り上げております。で、まあ見た目かっこいいよね、って言ったところがありますね。ブルーの色だと特にね。で、パッとね、気づくのが一色デザインになっております。ブルーならブルー。全部ね、十字キー、ABXY、えー、LR。全部ね、えー、ボタン周りも含めて全部ブルーで統一されていると。まあたさすがにね、液晶パネルの部分はブラックなんですけども、 それ以外はブルーで、統一一とということでなんか一体感があっててねななななんんか結構おしゃれなデザインでで良さそうだななんて思いますであと、アナログスティックですね。えー、これがね、今回ついております。ここですね。えー、アナログスティックが一つ。えー、二つ欲しいとこだったんですけど、なんでこれ二つつけなかったのかななんて思うんですけどね。まあちょっとね、このスピーカーの置種邪魔しちゃうのかななんて思うんで、まあとりあえず一個ついてるということで、一個ついてればね、大体のゲームを遊べると。二個目のアナログスティックってね、えー、あんまり使わ ないですねね正直なかなか使うことないかなと思います。あのレトロゲーム遊ぶ中でね。だから1個で十分かなという判断で1個ついてるのかなと思います。まあ、正直ね、サルゲッチュみたいなゲーム遊ぶのに、2個は欲しいなと。あれ2個使うゲームがね、あったりしますんで、プレイステーションで遊ぶときはちょっと要注意かなと。ドリームキャストだったらね、1個で十分かなと思いますんで、まあ、そこら辺、まあ、PSP とかドリームキャストまでといったところを、えー、メインで置いてあるといったところで1個あれば十分っていう、2個使う ゲームってそうそうないよねって言ったところでまあ本当は2つ欲しいんだけどねというところが、えー、そういうデザインになっております1個だけという感じですであとスピーカーはねおそらくここに1個だけと いうところ。縦型ゲーム機で2個ついてるのって逆に結構珍しくて、1個だけとなっております。まあ2個欲しいよねって言ったところはね、音質考えたらやっぱ2個欲しいよねって言ったところはあるんだけど、高音質スピーカーが1個ついてるといったところで、まあ別にあの、まあ問題はないかなと思うんですけどもね、えー、気になる方は気になるといったところかなと思います。 で、あと HDMI 出力ね。ここ。ミニ HDMI が付いております。といったところですね。まあ、これはね、出力できるのがいつものね、アンバーニクさんの、えー、ものになります。中にはね、時々出力できないものもあったりするんですけれども、まあ、アンバーニクさんののは大体できますよ。といったところ。あとね、LR ですね。今回もがっつりと傾斜かけてます。ここね、ぼっこりへ、へ、えー、あの、立ち上げるという感じじゃなく、けこう指に合わせてね、 こう、うまく L2、R2 のアクセスが良くなっているのかなと思います。これは持ってみないと分かんないんですけども、まあ別になんかここら辺は良さそうだなといった感じです。ということでね、えー、まあ個人的にね、ちょっと気になる部分はあるんですよ。アナログスティックが 1, 1個しかないとか、攻め、スピーカーも1個しかないとかね。えー、そういう気になるところはあるんですけど、まあデザインがね、結構かっこいいんで、一体感のね、この色の一体感のあるデザインがかっこいいんで、まあこれ気に入ればありかなといった感じの外観だと、えー、僕は思います。 はいじゃあ今度はね、スペック比較になります。えー、最近発売した RG40XXH。 こちらね、えを左側にして、えそこから V になってどうなったのっていったところをね、えー、見ていくんですけれども、まあ、見て気づくと思います。えー、変わってるところに色変えてるんですけれども、まあ、全部基本的に一緒です。SOC も H700、クワッドコア、アームコルテックス A53 搭載で、え、1.5GHz ということで、PSP、ドリームキャストぐらいまで動くといった感じの SOC になってます。えー、ラムがね、1GB の LPGDR4 で、ストレージは SD カードですね、16GB、えー、64ですね、正確に言うと 64GB。 64GB の方に、えー、入ってますね。こっちもどっちも間違ってますね。64GB プラス TF と、えー、なってます。で、あとね、画面については 4. 点、今回ね、4インチですね。RG40 シリーズなんで4インチで、解像度 640×480、えー。Linux OS で日本語対応。まあ、これカスタムファミリア導入できて、ヌーリーだったかな。ヌーリーっていうカスタムファミリア入れて、そっちの方がいいよっていう方もいると思います。まあ、解像はね、できますんで、えー、そこら辺のところね、遊んでいただくとよろしいかな なと思いますで、対応は基本的には、あの、一般的なものをバーっと書いてあるんですけど、PS1 とかね、ファミコン、スーパー、フミコン、ネオジオ、ゲームボーイ、ゲームボーイから、ゲームボーイアドマンス、メガドライブ、PC エンジン、ン PS PSP、ドリームキャスト、任天堂 d s ここら辺ぐらいまで動きます。で、頑張ればセガサターンもね、動きます。あの、バイオスね、導入すれば、えー、動きますよ、といった感じです。であと、バッテリーが、えー、3200mAh の6時間駆動となっております。ちょっとね、あの、他のね、3.5インチ系が8時間駆動なんで、 ちょっとね、劣るといったところなんですけども、まあ、4インチ同士で見るとね、全く同じです。えー、RG40XX と全く同じ、えー、バッテリー駆動となっております。で、先ほども話した通り、HDMI 出力も可能なので、ここまではね、一切変更なくて、サイズですね、もちろん形違うんで、サイズ感が変わってきます。えー、まあ、縦長に13.9、まあ、14センチですね、えー、横がえ9.2センチとなってて、22ミリの厚さになっていると、厚くなっていると言ったところで 全体的にねサイズ感がでかくなっているというところですね RG40XXH と比べるとですけどもね でかくなってるんで、もう当然重たくなってるという感じなんですけど、まあ重くなってるって感じるほどの重さじゃないかなと、8g 差なんでね、えー、1円玉8枚分という感じの重さがちょっと増えてるよといった感じです。なので、まあスペック上大きな違いはないんだけど、形だけ違うよというように、えー、思っていただければなと思うんですけども、形が違う中でスピーカーが1個になったとかね、あとはアナログスティックが1個だけになったとかね、そういうところの変更はあるよといった感じだと思います。 はい。で、特徴としてはね、発酵素子が入ったアナログスティックがついております。えー、こちらについてはね、RG40XXH、H ですね、これ、とほぼ一緒で、こんな感じのね、発酵色がついてて、設定ができるようになっております。ちょっとね、フォーカスが合わないかな。はい。これで、細かくね、こう、設定のとこでね、えー、細かくできるようになってます。えー、呼吸が軽いとかね、いろいろできるようになっておりますんで、えー、ここら辺変えてね、えー、やっていくと。 いう感じですこういう感じでね、色を変えたりとか、えー、発光パターンが色々あったりという感じにできますんでね。えー、ダブルジョイスティッククランプとかね。まろ、あ、色々ね、こういう発酵パターンがありますよという感じです。で、6種類の可能なライト機能という感じですね。 ライトを自動にオンオフが可能、自動にコントロールできますというところ。まあ、これはね、一個だけなんだけれども、ま、同じパーツ使ってるんでしょうね。えー、カスタムカラーとしていろいろできますといったところで個性を出していただければなぁなんて思います。これはね、もう RG40XXH からと一緒なんでね <laughs>。はい。といった感じのアナログスティックがね、発光するという機能がついております。 はい。じゃあ、それ以外の特徴としてはね、上にね、HDMI 出力ができますといったところと、あと、Bluetooth 接続もできますので、えー、まあ、コントローラーをね、Bluetooth で繋いで、えー、まあ、こことね、本体と、まぁ、いろいろゲーム機でここのね、操作パネル使うのもいいんだけども、Bluetooth で繋いで、えー、ゲームするっていうのもありだと思います。で、そこからね、さらにテレビに HDMI 出力をして、えー、大きな画面でね、Bluetooth コントローラーで遊ぶという繋ぎ方もできますんで、 どちらかというと、これ、末置き機的なね、え、ま、あの、ニンテンドースイッチみたいな感じなんですよ。基本的にね。え、持ち運びもできるし、え、末置き機的な使い方もできますと。Bluetooth で繋いでね。っていうこともできますので、え、かなりね、遊びの幅が広がるんじゃないかななんて思ってます。まあ、あの、RG、え、なんちゃら XX シリーズ全部これができるんでね <laughs>。この機種だけってわけじゃないんでね。まあ、前回のね、RG40XX、 XH。こちらもね、全く同じ説明してます。同じこと全くできますんで、まあ、V じゃなくてもね、って言ったところはあると思うんですけど、まあ、好き好みでね、うまくやっていただければななんて思います。なのでね、使い方として HDMI 出力をここね、常に、あの、テレビに繋いどいて、パッとね、繋いで、あと、Bluetooth で起動させたときに、Bluetooth でパッとやると、おっきな画面で遊べますよ、といった感じのね、遊び方という感じかなと思いますんで、手軽にね、遊べますよという使い方ができますと。 いう感じです。 はい。で、えー、それ以外にはね、まあ、特殊なところではないんですけれども、SOC 関係ですね。H700 クワットコアアームコルテックス A53 搭載です。で、1.5GHz の周波数になっておりますと。えー、なんのこっちゃなっていう方が多いかなと思うんですけども、まあ、RG なんちゃら XX シリーズは全部このチップが搭載されておりますんで、スペックはね、どれ買っても一緒です。で、動くのがどこまでなのかといったところなんですけども、まあ、一般的なレトロゲーム、プレイステ1ぐらいまでですね、ファミコン スーパーファミコンネオジオなんていう、えー、ところからプラスしてね PSP がかなり安定して動きます最近の動作検証でもね PSP 動かしたんですけれども結構安定して動くかなといった感じですあとドリームキャストねこちらについても安定して動きますといったところとあと任天堂 DS、えー、ここら辺ぐらいまでね、えー、かなり安定して動かしてくれますよというチップ,あのチップになりますで無茶すればセガサタンも動くんですけれどもまあ 2D シューティングとかね 2D ゲームまでですね 3D のセガで、あと、数字でもね、やっぱり厳しいゲームはありますので、まあ、セガサターンは動くんだけれども、まあかなり重めといった感じなので、まあ、ここぐらいまでかなと、PSP ドリームキャストぐらいまでかなと、えー、ね、えー、思っていただければなと思います。まあ、ここについては、H、えー、なんだっけ、H、えー、H700 チップはね、だいたいそこまでといったところで、どの機種買っても一緒です、という感じです。 はい。じゃあ最後にね、お値段の発表になります。えー、RG40XXV なんですけれども、アンバーニックさんのね、公式サイトで購入することができます。で、発売日なんですけれども、ちょうど今日がね、8月25日といったところなんですけれども、8月26日、明日発売です。で、19時から販売開始になります。で、お値段がなんとね、 え、ちょっとね、最初だけ安くて1万円切ってきましたね、と言ったところで9299円になります。で、それにね、1650円という送料がね、追加されて、まあおそらく1650円かなと思います。で、だいたいね、1万、な、な、800円ぐらいかなパッと、8、あの900円ぐらい。1900円ぐらいなんで、まあだたい11000円ぐらいといったところ、えー、1900円ぐらいかな。そうですね。計算するとね、ざっくり。300円出せばね。はい。といったところなんで、まあ11000円ぐらい。 えー、予測していただければなと思います。えー、ぜひね、この動画の概要欄にね、えー、アンバニクさんの公式サイトのリンクつけておきますので、えー、興味持った方はそちらからご購入検討していただければなと思います。えー、まああんまりね、僕紹介してもね、アンバニクさんのレジ売れないんだよね、あんまりね。バングッドさんの時は結構売れるんだけどね。まあ、発売日から買うっていう人はあんまりいないかなとなんて思うんですけどもね、えー、この形に興味あると思った方はね、ぜひともと思います。 で、一応ね、こうやって見るとね、三色展開なんですけどね、ブラック、ホワイト、ブルーってあるんですけれども、あんまり実はね、ホワイトおすすめしないです。なんでかっていうと、アナログスティックがね、白なんですよね。で、アナログスティック白のゲーム機僕買ったことあるんですけども、使ってくるとね、これ基んでくるんですよ。指がのね、どうしても。綺麗じゃないから、人間の指って綺麗じゃないからね。えー、どうしてもね、基んできますので、基みがね、目立たなくなる黒とかね、ブルー。 こっちのね、色をおすすめしたいと思いますんでね。一応参考までにね、えー、購入検討してる方はね、特に参考して,していただければなと思います。僕のね、やねをね、えー、ここ、ちばみましたという感じです。<laughs> はい。<laughs> はい、じゃあ最後にね、個人的な感想です。えー、で、RG40XXH でね、えー、4インチパネルっていうのが今回特徴的で、こちらでね、4インチパネルでね、結構体験したんですけれども、やっぱり3.5インチよりは見やすくてね、すごくいいんですよ、4インチパネルってね。だからね、これがね、搭載されている縦型機ということなんで、同じようにね、4インチパネルが搭載ということで、これはね、かなりいいイメージを持っております。で、あと発光ギミックですね、ここ。ここの発酵ギミック、僕はね、結構気に入って、 まあ、好きな人は好きだったりね、えー、するんですけれども、まあ、別に発行しなくてもいいよっていう方は切ればいいんでね、えー、そこはね、しっかり、えー、まあ、切るなりね、やっていただければなと思います。あとね、アンバーニックさんの商品なんで、物はね、すごくいい感じに仕上がってるかなと思います。毎回なんですけどね、えー、アンバーニックさんのビルドクオリティはね、すごく安心できる仕様になっておりますので、えー、ぜひね、ものとしてはいいものに仕上がってると思います。えー、そこはね、あのー、もう信用してもいいかと思います。 なぁと、えー、最近手抜きとかもないんでねアンバニクさんしっかり、えー、なんかそこら辺の技術がしっかりしてますんでねものとしては本当いいものに仕上がっていると思いますといったところですであとはねツッコミどころとしてはねやっぱりあのアナログスティック1本でいいのって言ったところなんですよね、えー、ここ <laughs> なんで2本つけなかったんだろうね。ほんとね、2本つけてくれれば、だいぶね、良かったと思うんですよ。もっと良かったなと。まあ、実際2本つけてるね、あの、縦型ゲーム機ある中でね、一本でいいやって判断したのはどういうことなのかなと。やっぱりそこはね、ゲームに制限が出てくると、いったところになりますんで、まあ、一本でいいのって言ったらやっぱ2本あった方がね、安心だよね、って言ったところです。で、あとスピーカーね、スピーカーも高音質スピーカーと一応歌ってはいるんだけれども、 やっぱり2個欲しいよねって。これね、縦型ゲーム機の宿命でもあるんですけども、毎回ね、1個なんですよ。これもね、RG35XX、えー、なんですけども、えー、1個なんですよね。ここにコーンイススピーカーが1個ついて。まあ、ただね、やっぱり1個でも気にならないちっちゃ気にならないんですけどね。まあ、2個はやっぱり欲しいよねって。だってこっち2個ついてんだもんね。RG40XXH はね。2個ついてるのもちょっと暗くて見えないよね。2個ついてないですよ、こことね。こことね、えー、ここについてないですよ、2個ね。暗くて全く見えないね。 うん、ここにね、2個ついてるんですよ。こことここにね。こことここに2個ついてるんで、えー、2個欲しいよねって言ったところですね。 で、結局ね、あの、RG40XXH のね、ダウングレード版っていう風に思うしかないんですよ。もうこれのね、これがね、やっぱり完成度高いです。RG40XXH がね、すごく完成度高いんで、これのね、どうしてもやっぱりこういうところからね、ダウングレード版と思ってしまうと言ったところなんで、買うならやっぱり RG40XXH の方がいいでしょってなるんですよね。で、値段もね、そんなに変わんないんでね、 今だったらね、RG40XXH 買った方がいいんですよね。で、実際ね、バカ売れしてるんでね、えー、40XXH がね。ということで、気になる方いたらね、えー、こちらのね、動画の概要欄に、バングッドさんのね、RG40XXH のね、えー、リンクもつけておきますんで、えー、そっちの方がいいよって方はね、ここからね、購入していただくのもありかなーなんて思います。ベタ褒めしてますけどね、ほんとね、RG40XXH いいんですよ、持ち心地が。<laughs> この曲線美ではね、すごくいいんですよ。だからね、 ま、新作好きな方は V の方を購入すればいいかなと思うんですけども、ま、僕は H をね、今のところお勧めしたいと思います。で、相変わらずね、XX シリーズ、同じチップシリーズなんで、え、新鮮味がないと、全くないっていうのはね、これも前回も同じコメントしてるんですけれどもね、え、やっぱり新鮮味はね、ないですね。申し訳ないんですけれどもね、うんまた出たかといった感じですね。 うん。なので、まあ、今後の総評としては買うなら RG40XXH でしょ、と。総評としてね。えー、もう、これはね、後悔、1万円出してでもね、そんなに高くないんだけどもね、後悔して買う、後悔して買うよりね、後悔しないでも設計しようからね、えー、後悔しないものを買った方がいいと。僕も思いますんでね。えー、この V をね、一番最初に買うぐらいだったら H 買った方がね、ほんといいですね。まあ、でも俺縦型機、ゲーム機好きだぜって方はね、こちらのね、あのー、 V の方ね、購入していただくといいかなと思います。でもね、まあまあいろいろ怪我しましたけど、最終的にね、物というしてはね、いいものに仕上がってると思いますんで、実際持ってみると、あ、やっぱり V もいいねってなると思うんですよ。心変わりになるんで、えー、やっぱり持つ、持ってみて、実際の実物見ると、ああ、いいところいっぱい出てくるんで、やっぱり V もいいねってなってくるのが、バーニック製品なんで、まあこうやってね、えー、ね、カタログ上でね、熱く語るんですけれども、実際現物見てねえだろって言われるる、まあその 通りなんでね、えー、現物見るとあ v もいいねってなると思いますんで。で、えー、それはね。また、ちょっとあのどっかの提供案件があればね <laughs>。受けてね。やっていこうかなと思っておりますんで、その時はね。v の予算についてはね。熱く語りたいと思ってますんで。 はい。って言ったのでね、今のところ、ね、カタログスペック上は RG40XXH の方がいいなと、こっちの方が賞賛ありだなと思っております。ということで僕はね、これね、買うか買わないかっていうと買わないんですけれども、まあ、提供案件あればね、受けてね、紹介していきたいと思いますんで、まぁ、あ、うご期待していただければなと思っております。 はい、ということでね、本日はアンバーニックさんの新作のゲーム機 RG40XXV をね、えー、まあ、カタログ上のスペックでね、語ってみたんですけども、いかがだったでしょうかね。多分ね、皆さんもね、同意見なんじゃないかななんて思います。えー、まあ、俺も同意見だよっていう方いましたらね、コメント欄にね、いただければなと思います。あとね、ずっとあなたが好きでしたっていうドラマね、見たことある人ね、あ、冬彦さんあの時気持ち悪かったななんて思うけど、改めて見るとね、そんな悪いやつじゃないんですよ。よくよく見るとね、ただ たたたたただだだだだ妻をを愛ししてただけけととととと言ったとこででねねいいいいいいやつだと思思まますす見,てた見た感想を、ね、コメント欄に <laughs> いただけると嬉しいかなと思いますはい、ということでね、今日はね、こんな感じで終わろうかななんて思うんですけれどもね、えー、今日の動画役に立ったって方いましたらグッドボタン押していただけると嬉しいです。あと新作のね、ゲーム機出るとこういう感じでカタログ上で一回ね、動画出しますんで、えー、まあね、興味ある方はね、チャンネル登録の方お待ちしております。で、今後はね、レトロイドのね、新しいレトロイドポケ ットシリーズのね新しいのが出るということで、えー、こちらもねカタログスペックが明確になって、えー、発売日が明確になったらまた動画にしますんでね、えー、チャンネル登録の方もねお待ちしておりますはいということで今日はこんな感じで終わりたいと思いますドッチャンネルでしたまた次の動画でお会いしましょう